おはようございますいよいよ日本の命運がかかった参議院選挙が公示となりました市民と野党の共闘の勝利そして日本共産党の躍進勝利で安倍自公政治にさよならの審判を下していこうではありませんかただいまより日本共産党比例代表 井上智下奥名穂選挙区須山初見の出発式を始めさせていただきます本日司会を務めさせていただきます愛知県委員会職長の石山純一ですどうぞよろしくお願いいたします本日の出発式には本村信子衆議院議員 それから業者、新夫人有志講演会、労働者講演会の役員の皆さんも駆けつけていただいてますことをご紹介させていただきます。それでは最初に原発問題をはじめさまざまな市民運動に取り組んでまいりました渡辺裕子さんから応援のスピーチをいただきます。お願いいたします。 原発事故避難者の渡辺優子と申します選挙はたった1回投票所に足を運べば世の中を変えられるチャンスですが議員を選ぶ目がないととんでもないことになります国会議員に関東の放射能汚染を聞いた時にそんなの危ないって知ってたから 私はすぐに知り合いに連絡したわよと言われ悔し,涙悔し涙を流しました国会議員が国民に知らせずに知り合いだけに知らせて無用な被爆を避けられなかった人たちがたくさんいます原発を心配する声を議員に届けてもじゃああなたの町に火力発電所を作りますかなどと圧力をかける人がいます 議員によるハラスメントです誰も責任を取らないままに原発再稼働を許す議員はもってのほかですではどんな人を選べばいいのでしょうか金持ち,も金持ちでも有力者でもない普通の人たちの声を聞いて国会にその声を届けてくれるそんな人に議員になってほしいと思います そしてここにいる須山さん、ぴったりだと思いませんか原発事故のあと、原発をなくそうと政治の道を選んだ須山さんだから、裏切ることなく原発のない社会、ハラスメントのない社会を作ってくれるはずです。そしてて原発事故後に増えている病気と 放出されたさまざまな物質との関係を明らかにしてほしいですこちらにいる皆さんにも期待します市民の前に行くと私はこうですと自己主張をするよりもほっこりした笑顔で話を聞いてしまいがちな須山さん周りにいる私たちが須山さんの魅力を全力で伝えましょう <laughs> そして ここにいるみんなで力を合わせて、誰もが脅かされることのない、安心して暮らせる未来のために、須山さん、こちらにいらっしゃる皆さんを国会に送りましょう。ありがとうございました。 下國奈穂候補から訴えをさせていただきますお集まりの皆さんこんにちは参議院比例候補の下國奈穂です参議院選挙がスタートしました明日の暮らしに希望が持てる社会一人一人が大切にされる社会をご一緒に実現させてまいりましょう 私も全力を尽くして頑張ります皆さんのご支援よろしくお願いいたします皆さんこの参議院選挙で自民や公明そしてそれを支えている維新や減税を少数へと追い込むために日本共産党は市民と野党の共闘を進めて全国三十二の一人区で 野党共闘を実現させることができました日本共産党は比例区では参議院議員国対委員長の井上聡比例候補をはじめとする7人以上の議席必ず勝ち取ってそして愛知選挙区では自民公明そして維新や減税を少数に追い込む決定だとなる津山初美さんを 今度こそ当選を目指す、頑張ってまいります。全国は一つを合言葉に、比例は日本共産党、選挙区は瀬山初美へとご指示お寄せいただきますよう、よろしくお願いいたします。<laughs> 皆さん、今大問題に大争点となっている年金問題で、日本共産党は減らない年金、年金の底上げを訴えております。そして、 大金持ちの優遇を見直すなどの財源提案も行っております暮らしの問題では3つの柱で希望ある政策を訴えそして消費税に頼らなくていい財源提案も行っております8時間働けば普通に暮らせる社会学費の引き下げなど私たち若者の未来を開くワクワクした 提案ばかかりでではないでしょうか今度の参議院選挙全国は一つを合言葉に比例は日本共産党と広めに広めてください7月の5日から毎日投票日となります参議院選挙は2回投票できます最初は選挙区です選挙区では須山初美須山初美とよろしくお願いいたします比例は 日本共産党日本共産党とよろしくお願いいたします皆さんの投票で政治を大きく変えることができます新しい政治ご一緒に切り開いてまいりましょうありがとうございました次は大激戦大接戦になっています愛知選挙区で二度目の挑戦で 議席必ずと大奮闘しています須山初美候補からの訴えです皆さんこんにちは,にちは参議院愛知選挙区に立候補いたしました須山初美です参議院選挙が始まりました暮らしを壊す 消費税の増税、そして足りない年金、それを隠し、平和を壊す憲法9条の改悪、戦争する国づくりにひた走る安倍政権を、あなたの一票で終わらせようではありませんか。多数激戦の愛知選挙区、誰が何と言おうとも。 私は勝利のこら扉をこじ開けて私、津山初美は,は誰もが暮らしの足に希望が持てる絶対にその社会を諦めません皆さん、今日の出発式皆さんの後ろに見えるあれは希望の泉といいます皆さんの暮らしにこの愛知から希望が湧き出ていくようなそんな政治 ご一緒に作っていこうではありませんか今度こそ今度こそ国会に送ってくださいどうぞよろしくお願いいたしますそして皆さん全国で井上聡さんも先頭に比例で七議席以上を勝ち取ってこそこの愛知選挙区での勝利の扉をこじ開けることができます比例は日本共産党そして選挙区は 私、須山初美にあなたの一票を託してください、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、性暴力の被害やセクハラ、この被害をなかったことにしたくないと声を上げた人たち、そしてその人を絶対に一人にしないんだと声を上げる、MeToo の運動が広がっていることに、私は大きな希望を持っています。 それと同時に私は生きづらさを押しつぶして声を上げられないその人の痛みを絶対に置き去りにしません私は愛知の仲間たちと一緒にハラスメント撲滅プロジェクトを立ち上げました街頭労働相談で出会った女性は同僚の契約社員の女性たちに対する深刻なセクハラの被害を こんなのおかしいじゃないかと上司に訴えましたそしたら文句があるならやめていただいて結構こう言われて会社を辞めたと言います諦めるしかないと思っていた泣き寝入りするしかないと思っていたでもハラスメントを法律で禁止しようとしている日本共産党が頑張っていることを知って 希望を持ってくださいました皆さん日本にはハラスメントそのものを禁止する法律がありません被害者は謝ってほしい二度と起こさないようにしてほしい心の底からそれを求めていますでも今の法律ではそれがかなわないハラスメントの禁止を反対している人は一体誰でしょうか 一つは、経営者のグループ、財界です。訴えられることを恐れているんです。そしてもう一つは、女は男より後ろに下がっていろという保守的な考えの安倍政権です。三人以上、子供を産めと、自分らしく生きることよりも、国家のために生きることを押し付ける。皆さん、この二つを打ち破れるのは、 日本共産党です、この愛知選挙区では、私、須山初美だけです、皆さん、誰もがもっと自分らしく生きられる未来のために、私、須山初美を国会に送ってください、どうぞよろしくお願いいたします。最後に皆さん、私は安倍政権を終わらせて、一人一人が大切な存在なんだと、そう言える社会を作りたい。 私の弟は障害を持ち、障害者手帳を持って、企業向けの給食センターで働いています。夏には腐ったカレーがいっぱい詰まったドラム缶を洗います。だから夏だけは大好きなカレーが食べられません。でも自分が行かないと困る人がいるんだ。そう言って会社に出かけていきます。私よりも 先に就職をして当時大学生だった私に初めての給料でお年玉をくれましたその時の弟の誇らしい顔を私は生涯忘れませんどんな境遇に生まれてもどんな環境でも尊厳を持って生きられる社会を作りたいと活動を続けてきた 私の原動力ですだから私は8時間働けば普通に暮らせる社会を作ります減らない年金暮らせる年金を作ってまいりますお金の心配なく学び子育てできるそんな社会を作ります派遣で働く若者が学び続けたい学生が必死で子育てするパパやママが 病気で働けなくなった人が、ささやかな年金で暮らす人々が、障害を持つ人が、誰もが前を向いて生きていける、そのための一票を私、須山初美と日本共産党に託してください。全力でで頑張ります次は比例代表選挙で 4度目の勝利を目指します安倍政治にさよならの審判を下す先頭に立つ井上聡比例代表候補です皆さんこんにちは比例代表候補の井上聡ですいよいよ今日から選挙戦が始まりました今日が誕生日だという田村副委員長を迎えてこの第一声を行うことができております 安倍政治にさよならをして憲法と命輝く希望あふれる日本へと変えるこの愛知を出発点に東海北陸信越京都岐阜県を駆け巡ります比例代表で日本共産党を躍進させていただいて7人以上私の上智も夜たび国会へすべての一人区で 野党統一候補を勝利をさせ、この愛知では今度こそ、今度こそ、須山さんを押し上げていただいて、一緒に国会で働きたい、どうか大きなご支援、まず心からお願いいたします。<laughs> 予算委員会を逃げまくった安倍総理でしたけれども、党首討論などで、いよいよ争点がはっきりしました。年年金金問題年金を 減らし続けて7兆円も削減をするのかそれとも日本共産党が提案をするように減らない年金へと改革をするのか安倍総理は日本共産党の提案に馬鹿げた政策だと言いました皆さん減らない年金を改革することがどこが馬鹿げてるって言うんでしょうか安倍総理に何ら国民の不安に応える 意思も能力もないこと、はっきりしたんじゃないでしょうか、2000万円貯めるよりも、一票の力で政治を変える方が簡単です、希望ある年金作ろうというその一票は、日本共産党と須山候補へとお寄せいただきたい、よろしくお願いをいたします。消費税のの問題日日銀の短が1日に発表されました 2期連続して、景況感が交代をした、皆さん、こんな時に増税するのは、あの萩生田自民党幹事長代理が言ったように、崖に向かって国民を連れていくようなものではないでしょうか、こんな無謀な増税ではなくて、増税にストップをかけ、そして代表や大金持ちに、 世間並みの財源を税金を払ってもらい国民に暮らしに希望あふれる暮らし応援の政治に変えることこのことが問われております皆さん大企業から1円の献金ももらわぬ党だからこそ財源も含めたちゃんとした提案ができる増税ストップ暮らしに起病の一票も同感日本共産党へとお寄せくださいよろしくお願いをいたします 憲法問題トランプ大統領が、日米安保は不公平だと、アメリカが戦っても日本は一緒に戦わないと、こう言いました。これに皆さん、安倍総理の持論、軍事同盟は血の同盟だ、今のままでは日本の青年は血を流せない、この言葉と重ね合わせたときに、 安倍九条会見の狙いがいよいよ浮き彫りになってるんではないでしょうか自衛隊を憲法に書き込んでもう九条の制約なしに海外で武力を使えるようになるアメリカと一緒,一緒に世界中どこでも武力を使える戦争する国づくりへの道絶対に止めようではありませんか 被爆2世の私は、被爆者の思いが刻み込まれた憲法9条を守り抜くことを誓いとしてまいりました、そして、核兵器禁止条約にもサインをする政府、被爆者の皆さんも、ああ、やっぱりさすがに唯一の戦争被爆国の政府だと心から思えるような政治に変えたい。私の 被爆政としての決意です皆さんご一緒にやろうではありませんか国対委員長として15年7人の総理と論戦をしてまいりましたこの6年間は安倍内閣の戦争する国づくりと一歩も引かずに立ち向かってまいりましたそして野党との共闘に力を尽くしてまいりました 同時にこの間、とりわけ安保法制以来、憲法を守るべき総理が憲法を壊す究極のモラルハザードが、自民党の政治家も霞が関の官僚も犯していることも目の当たりにしてまいりました。皆さん、この間、新聞の見出しに踊ったのは、忖度であり、隠蔽であり、改ざんであり、捏造でありました。 難しい漢字が読めるようになったと、喜ぶ人もいるかもしれませんけど、こんな字見たくないじゃありませんか、そこに持ってって今回の年金の老後生活に2000万,万円不足という報告書、皆さんの税金で作られた公文書なのに、受け取らない、なかったことにする、皆さん、こんなことを許したら、日本の民主主義が土台から、 崩れていくではありませんかこんな安倍政権にさようならを作ってしてこの国に当たり前の民主主義をよみがえらせるのが今度の選挙ですどうか皆さん暮らし平和民主主義皆さんの願いを込めた一票を比例代表は日本共産党へ愛知選挙区は須山初美さんへと こぞって広げていただき、お寄せいただき、何としても押し上げてください心からお願いいたしまして、私のご挨拶とします頑張りましょう井上聡志候補、須山初美候補勝利へ田村智子参議院議員副委員長が応援に駆けつけております 田村副委員長参議院議員から訴えをさせていただきますいよいよ参議院選挙が今日から始まりました私たち日本共産党はたくさんの日本の政治を変える提案をしていますこの提案を国会の中でまともに議論させて希望の道を切り開くために 全力で頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたしますこの愛知では、3人の枠を狙って、たくさんの候補者が立候補いたしました、4人,4人の枠の中で、えー、たくさんの候補者が名乗りを上げました、須山初美さん、デザイナーとして、仕事にやりがいを持っている10年間でした。 しかし一方で、長時間労働で心身を病む仲間たちがいる、同じようにやりがいある仕事なのに苦しい思いで働き続ける人たちがいる、なんとかならないのか、そう思っているときに、若者を使い潰すような働かせ方はおかしいという、日本共産党の国会論戦を見て、涙が止まらなかったっていうんですね。 そこには自分だけの苦しみでははなかったと思いますそこにはたくさんの同じ世代の若者たちがなぜ希望を持って働くことができないのかなぜうつ病とか過労死とかこうやって仕事を続けることができないのかそこに寄せる本当に温かい気持ちがあったからこそこんな働かせ方はおかしい。 法律でルールを作れば、もっともっと人間らしい働き方、日本中に広げることができるじゃないか、この提案に共感を覚えた、それが今日、政治家として歩み出す最初の一歩だったって言うんですね、こういう人を私はどうしても国会の中に迎え入れたいと思っていますよく言います。 企業が利益を上げるためには仕方がない。多少の犠牲はやむを得ない。そんな議論だけでいいんでしょうか。それは違うよ。一人一人が希望を持って働いて、若い人たちが明日に夢を持って働いてこそ、日本の経済も、日本の中の企業も育っていくんじゃないですかと、若い世代の声を代弁する一議席が。 愛知の4つの議席の中にどうしても必要です須山はちみさんこそその仕事が成し遂げられる人ですどうぞ皆さん大きく押し上げてください何としても勝ち抜かせてくださいよろしくお願いいたします <laughs> そして皆さんもう一つ一票あります比例代表です全国で50議席を争う選挙になります この中に、井上聡さん、日本共産党の議席がどうしても必要。そして日本共産党、7議席以上を何としても勝ち取らせていただきたい。井上聡さんは、あの核兵器禁止条約を作ろうという国連の議論の場に、参議院議員として、ただ一人参加をした議員でもあります。 F35 墜落したあの戦闘機その著しい欠陥をいち早く国会の中で取り上げてきたのも井上聡さんですその声に耳を傾けていたならばあんな墜落事故は起きなかったんじゃないでしょうか自衛隊員の命が奪われることはなかったんじゃないんでしょうかあの事故を起こした F35 この愛知県の小牧の三菱重工で組み立てた第1号機だといいます。これのどこが欠陥だったのか、ところが、その工場の中でも自衛隊もまともな検証ができないということ、井上聡さんは参議院の中で何度も追及をしてきました。何しろアアメメリリカカのの部品を使いいますアメリカの重要な軍事機については その一番の重要な部分については、すべてブラックボックスです。日本には分かりようもありません。日本の中で組み立てながら、欠陥機の検証もできない。そして、その飛行が、検証もまともに行われないままに再開される。これほど日本国民の命を、自衛隊員の命をおろそかに行う政治でいいのかと。 このことの追及を何度も何度も最も厳しく参議院の中でやり抜いているのが井上聡さん。何しろオスプレイにしても F35 にしても空母の問題にしてもアメリカ軍の資料を読み解いてこれで追及するもんですから実はあの私もオスプレイの質問などしたことがあるんですけれども。 井上聡さんから資料をいただき、そしてその質問は私たちチームワークで作ってますから、こういう安保に関わる問題、安全保障に関わる問題は、参議院の論戦すべて井上聡さんのアドバイスを受けながら、私たち国会議員団は取り組んでいるんです。かけがえのない、まさに日本共産党ならではの論戦を支えていく柱。比例代表で 日本共産党とお書きいただく方、全国どこでも広げに広げていただければ、井上さん、聡さんはじめ、日本共産党新たな新人も迎え入れて、もっともっと調査力、もっともっと論戦力、アップさせることができるはずです。どうぞ、戦争する国づくりを絶対に許さないため、全国で比例は日本共産党、 このご指示を広げに広げてください、どうぞよろしくお願いいたします。今までお話ありました通り、この選挙は年金問題が大争点になりました、年金を減らさない提案、党首討論の中でも改めて志位委員長が安倍総理にこのことを提案いたしました。私たちの提案は実にシンプルです 高額所得者の保険料優遇をやめよう所得に応じて保険料が上がっていくのに1000万円の所得で頭打ちこれをせめて2000万の所得までは保険料の引き上げをやっていこうじゃないか、まあ、中にはねいや1億儲かってる人にはもっと上げていいんじゃないかそれぐらいのお気持ちの方がいらっしゃると思いますが。 あんまりたくさん保険料をもらうと、年金もたっぷり返さなきゃいけないんじゃないかってことになっちゃうので、とりあえず2000万のとこまでは保険料を上げていく。これやるだけで、保険料の収入を毎年、1兆円規模で増やすことができる。そしてもう一つ、年金の巨額の積立金です。4年分積立ててます。そののうちの半分は 大企業の株を買ってもいいだから絶対この巨額の積立金を崩そうとしないヨーロッパの国々を見てみれば年金保険料で入ってきたもの積み立てているのはせいぜい数か月分なんですね当たり前なんですよある年突然年金受給者がいきなり増えるなんてことはまずありえないわけですから私たちはこの巨額の保険料は 皆さんが一生懸命安心して年金を受け取るために納めたものなんだから計画的にこれを活用して減らさないということは今すぐできるではないのかとこのことを提案しているんです昨日の党首討論では野党の中から日本共産党から新たな提案をいただいた。 ぜひともこれを検討したいという歓迎の言葉が聞かれましたところが安倍総理はいまだにこれを馬鹿げた政策だと議論さえしようとしていませんどうか皆さん日本共産党の議席を伸ばしていただくことがこの愛知で須山初美さんの議席を勝ち取らせていただくことが私たちの提案を国会で 次の国会ですね、年内にも議論をさせる、一番確かな力になっていくのではないでしょうか。どうぞ、減らない年金のために、一生懸命になる政治、作っていこうではありませんか、よろししくお願い,いたします私たち日本共産党、この年金の問題を見ても、政治の歪みが本当に明らかになった。 何としてもこの歪みを正していかなければならないと思っていますその一つやっぱり保険料の担い手があまりに先細っているっていう問題ですよね今若い皆さんが非正規で働くのが当たり前になってしまいました安い賃金で残業をしなければボロボロになるまで働かなければとてもじゃないけど暮らせる給料にならないこういう声も聞こえてきます そういう若い皆さんは、つまりは税金も保険料もまともに納めることができないような働き方をしているということなんだと思うんです。津山初美さんが公約の第一にも掲げています、8時間働けば人間らしい暮らしができる、普通の暮らしができる、そういう政治にしていこう。これは 年金や社会保障の支え手をちゃんと作っていこうというそういう提案でもあるんですね非正規で働いている皆さんに正規で雇うのが当たり前長く続く仕事は長く雇うのが当たり前このルールを法律で作って安心して長く働いて 自分の力を伸ばして給料も上げていってそして保険料や年金も立派な担い手となれるように育てていこうではありませんか最低時給はどこで働いても何の仕事をしていても1時間働けば1500円を目指していきたいまあこういうふうに言いますと中小企業の方からはそれでは中小企業はやっていけないんだよ こういう切実なお声も先日いただきました安倍政権は中小企業の賃上げのために力を尽くしてきたといいますしかしその額はわずか7億円あの F35 墜落した戦闘機が1機116億円ですから翼の一部にもなりませんしかもこれは新しい機械やシステムを入れて 10人でやってた仕事が7人になりました、8人になりました、人減らしをすれば、同じ人件費で給料を1人分上げることができますよねという、なんともまどろっこしい、機械を購入したら、システムを購入したら、そこに支援するというんですから、これ、使える中小企業がどこまであるんでしょうか。私たちのの提案は違います社会保険料の負担が 中小企業には重すぎるフランスでは大企業と比べて中小企業は社会保険料の負担が低い、これに学んで社会保険料負担を直接、すべての中小企業に国がお金を出すんだと、この提案なんです、こうすれば皆さん、すべての中小企業が時給の引き上げ、 踏み出すことがでできるんじゃないでしょうかこれ、ぜひとも実現して、希望を持って働ける日本の社会、作っていこうではありませんか。二つ目、須山初美さんが掲げている公約、お金の心配なく学び、子育てができる、この提案も、深刻な少子化を何とかして解決するために、今すぐやらなければならないことです。 今の年金の不安も少子化が原因だ、少子化が原因だ、だから年金が減るのは当たり前だというのが自民党、公明党の言い分です、しかし皆さん、もう四半世紀前、25年、30年も前から、大学の学費を上げ続けたら、少子化に拍車がかかるぞと、私たち日本共産党は何度も何度も、このことの質問を繰り返してまいりました。 聞く耳持たず、授業料を値上げし、払えなければ奨学金という多額の借金を押し付ける、こんなことやってたら、少子化に歯止めがかかるはずがありません。教育の無償化を言うならば、義務教育も制服代、教材費、給食費、無償にしていく、そして大学や専門学校、短期大学も、 公立、私立を問わず、まず授業料を半額にしていく、返さなくていい奨学金を大規模に、今利用している方の半数ぐらいは、もう返さなくていい奨学金を支給する、こうしてこそ皆さん、教育費の心配なく、子どもを産み、育てるという、こういう日本の社会、実現していくことができるんじゃないでしょうか。ぜひとも須山美さんに 日本共産党にこの仕事をやらせてください、よろしくお願いいたしますそして3つ目は、年金も医療や介護も、負担がこれからどんどん重くなりますよ、年金は減らしていくのが当然ですよ、この政治を切り替えたいんです、大体皆さん、消費税は増税しておきながら、社会保障は悪くせざるを得ない。 ここのどこに希望が見えるんでしょうか私たちは消費税に頼らず、医療、介護、年金、この当てる税金をもっともっと増やすことはできますよ、このことを真っ正面から提案をし続けてまいりました。大企業、今、安倍政権になってからも、減税のメニューが、 毎年のように増やされてきたんですね研究開発減税、このこと私たち批判してきましたが、実際に行った研究に対する減税ではもはやないんですよ。研究やりますよ、これだけでもう減税、これがやられてしまう。海外に子会社作って、その子会社が大儲けして、配当金が日本に回ってくる。今までは 日本の会社の利益になるから税金かけていた安倍政権になってからはこれも税金を納めなくて良いとしてしまったこれじゃあ皆さんトヨタ自動車はもっともっと海外に子会社作る方がどんどん儲かるって話になってしまうじゃありませんかこういう減税を見直していきましょうよそれだけでも4兆円中小企業並みに 利益に応じて税金を納めれば4兆円、そしてまた富裕層への株持ってれば、ね、株で儲けた分の優遇税制、所得税も、ね、引き下げられた分がまだ戻ってない、こういう富裕層への優遇税制、見直していけば3兆円、7兆円超える財源生み出せば、私たちが提案しているお金の心配のいらない教育、子育て、 社会保障の充実、必ず実現させることはできるはずです。どうかこの道、一緒に切り開いていこうではありませんか。私たちは何も大企業を目の敵にしているのではありません。この愛知にとっても、トヨタ自動車が大きな役割を果たしていると思っています。けれども皆さん、年を経るごとに大企業一人がちなんじゃないんでしょうか。 どんなにトヨタが儲かっても、その下請けの中小企業は利益にならない、そこで働く皆さんはいつでも首が切られる、そういう非正規の労働者がずっと使われ続けている、そして国民の暮らしは良くならない、私たちはそういう大企業に対して利益を上げてもらって構わない、でもその利益をもっと社会に、労働者に、 中小企業に行き渡らせることが大企業が大企業たる社会的責任を果たす道ではないのかと恐れることなくものを言っているんですこのことを言えるのは日本共産党だけだからこそ比例代表では日本共産党とこれを全国どこにも支持をお広げいただけます広げに広げていただいて 愛知県では須山初美さんを押し上げていただいて希望ある道を共に切り開いてまいりましょうそして最後に井上聡さんから訴えありました通り安倍政権は今この選挙で憲法を変えることを争点の第一にも掲げてまいりましたとんでもありません憲法9条に自衛隊を書き込めばどうなるのかトランプ大統領の発言から 明らかかでではないでしょうかトランプ大統領は、米軍は日本が攻撃されれば戦うことになる、ところがアメリカ軍が攻撃されても日本は戦わない、それでいいのかと、実は以前から安倍総理に物を言っていたっていうじゃありませんか、これに対して安倍総理は一言の抗議もしない、憲法9条は戦争をしてはならないと。 何よりもこのこのとを掲げていますアメリカ本国がどこかの国から攻撃されるまず考えられませんじゃあアメリカ軍が攻撃を受けるのはどういう時かイラク戦争を見たって自分に都合の良くない国を名指ししてテロリストだと言いい大量破壊兵器があると嘘の情報まで流してこちらから先制攻撃を仕掛けてこれで米軍が 悲惨な戦争に巻き込まれていった、米軍の命が次から次へと奪われていった、そのアメリカ軍を守るために、自衛隊も戦えと求めているのがトランプ大統領、このことに一言の抗議もせず、憲法9条さえも変えようというのが安倍総理、この道を許すわけにはいきません。求められるのは井上聡さんが 国連の会議に出席したように、平和を願う多くの国々と一緒に、戦争をなくす、紛争をなくす、話し合いの先頭に立つ日本の政治を作ること。このこと掲げて、日本共産党全力で頑張り抜いてまいります。どうぞ皆さんのご支持を最後の最後までお披露げいただきまして、この愛知から須山初美さんを、 そして比例代表、日本共産党、大きく広げてください、重ねてお願いをいたしまして、この場所からの訴えを終わりまます。ありがとうございました。歴史的な選挙戦、投票日までの17日間、井上聡候補をはじめ、7人の比例代表候補の勝利、そして大チャンスが生まれている愛知選挙区で、須山初美候補の勝利を。 必ずするために全力で頑張ってままいります皆さんの大きなご支援を最後まで賜りますよう心からお願いをいたしまして出発式を終わらさせていただきますご成長ご協力ありがとうございました。